人に迷惑をかけてはいけませんと言ってませんかはい、どうもこんにちは。ライフスキルコーチのミスターオカチです。親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います。今日のテーマは子供が可愛いと思えない子育てがしんどくなる禁止令19でございます。親も子も楽になるゆるめる子育ての本に書かれていることをギュッギュッギュッと凝縮して 2時間ぐらいかかるかな。頑張ってお伝えしていきたいと思います。お願いします。ということでね、えー、っと、まあ、かねてよりずっとお伝えしてる通り、子育てがしんどくなる。親子関係が悪くなる。そして子供は可愛いと思えない。子育てに自信がなくなる。その一番の原因は、禁止令なんですよ。〇〇してはいけないっていう禁止令なんですね。完璧でなければいけないとか、失敗してはいけないとか、いい母親にならなければいけないとか。 ねえー、子供は親に口答えしてはいけないとか、なんかそのような禁止令があるから、子供をね、その禁止令、あれしてはいけない、これをしてはいけないって言って、で子供は親の顔色をうかがったり、逆に親に反発して親子関係が悪くなったりして子育てがうまくいかない、そして子供は可はく可いいと思えなくなったり、子育てに自信をなくしていく、で自分を責めてしまう、イライラする、ガミガミ叱ってしまう、自己嫌悪、罪悪感。 自分の親みたいになりたくないと思いつつ、自分の親と同じことをしてしまう。そのようなことはありませんかこれはね、全部禁止令のせいなんですよ。で、その禁止令を集めたのを人生脚本とお伝えしてるんですけど、いわゆるこの禁止令や人生脚本っていうのは、幼少期、僕たち私たちは子供の時のね、えー、親子関係によってできてくるんですね。親に嫌われないように、親に愛されるために、親に好かれるために、親に捨てられたら生きていけないと思っていたから。 ね、親のご機嫌を取るために,おめに、親に褒めてもらえるようにね、褒めてもらうために、えー、自分の中で考えた作戦なんですよ。100点取らないといけない、下の子の面倒を見ないといけない、自分だけ休んでいてはいけない、怒ってはいけない、ニコニコしてないといけない、ね、いつも笑顔で明るく元気よく、そうすればみんなが、みんなが、みんなが喜んでくれる、そういう風に自分の中に、自分で自分に課した禁止令、これが、 えー、これがぐっと集まったのが人生脚本となり人生のシナリオとして僕たちは私たちはそのシナリオ通りに子供を育てているシナリオ通りに毎日生きてるんですねだから子育てがしんどくなったり人の目を気にしてしんどいとか人の評価が気になるとかやりたいことがわからないそしてやりたいことがあってもそれに一歩踏み出せないなどなどそのような生きづらさその原因はまさにこの禁止令であり人生脚本なんですよ で、これをどうやって緩めるのか。これを緩めることでね、子育てが楽になる。親も頑張りすぎず子供を伸び伸び育てるようになるし、毎日が楽しい。子育てが楽しい。自分の子育てに自信が持てるし、子供との時間が楽しめるようになると僕は信じている。だから、緩める子育てっていう本を書いたんです。今回のこの動画では、その緩める子育てに書かれている本の中からね、厳選して19個、えー、ね、ギュッギュッギュッと凝縮してお伝えしたいと思います。 まあ最後まで聞いていただけると自分の中にある思いもこうしないといけないとかこうすべきああすべきっていうそれによってイライラしてしまったりそれによってガミガミしったりそれによって自分を責めてしまうそのような禁止令を緩めることができます自分でもダメやと思ってしまうけどやってしまうその理由がわかります理由がわかるから、ね、具体的にどうしたらいいかがわかるんです、ねえーまあ、こんな感じで 自分の中にある禁止電を緩めるっていうことをね、1ミリでも緩めるってことをテーマに、えー、頑張って配信していきたいと思います。1時間で終わるかないや、一つ一つ濃いんですよ。 えー、まあ、濃いんですけども、ゆるく聞いていただけたら OK です。ま家、あ、事しながらとかね、通勤の途中とかでね、えー、まあ、聞き流すような感じで2回3回聞いていただけたら嬉しいです。まあ、この番組では子育てのイライラや自分責めを緩めるコツや、えー、子供を自立させる関わり方を紹介しています。もうこの機会にチャンネル登録よろしく、もう下の方にあるでしょ、チャンネル登録、ちょどこの画面にあるかわからんけど、チャンネル登録よろしくお願いします。はい あと、緩める子育ての本もね、えー、今日の放送を聞いて、ちょっと興味があるわと、子育て緩めたい。そして自分が納得できる生き方を見つけたいというね、思われたら、ぜひ、ゆる、ぜひって言っちゃった。ぜひね <laughs>、緩める子育てご購入ください。手に取っていただけたら嬉しいです。概要欄に貼り付けておきます。はい、それでは行きましょうか。ちょっと前置き長くなりましたね。子育てがしんどくなる禁止令19。その1、完璧でなければいけない。どうでしょうか 国語も完璧でなければいけない。算数も完璧にできなければいけない。2年生までにくく。いや、もっと早く1年生までにくくを覚えないといけない。英語はペラペラ話せないといけない。アルファベットを小学生になるまでに書けるようにならなければいけない。えー、授業中入って手を挙げなければいけない。運動しなければいけない。などなど。あらゆることにおいて完璧を求めていませんかそれは子供に対してもそうだし、自分に対しても。ねえー、手作り料理。全部手作り料理で。 ねえー、決まった時間に起きて、えー、家事も育児も完璧にこなすで旦那さんが9時に帰ってきたら晩ご飯の準備をして、ねえー、お風呂の準備をして旦那さんの晩酌をして、ね、そうやって自分の時間をな、ね、くして殺して、ね、家族のために子供のために完璧にやろうとしていませんかどうでしょう、まあ、それで、ね、何も問題がないんやったら OK なんですよ とにかくここに書いてあるルール、どれにルールであったり禁止でね、まあ僕は間違ったルールと呼んでるんですけど、これでね、このルールを持ってることで別に苦しくなくて困ってないんだったらこれでええやないですか。変えることないんですよ。ただね、この完璧でなければいけないってこのルールがあるがあまり、親子関係が悪くなったり、イライラしてしまったり、不安になってしまったり、 えー、毎日が楽しくないっていう状態なのであればちょっと緩めてもいいよねっていうことなんですね緩めてもいいよねそう緩めるっていうのはどういうことかっていうのはこれ,これね禁止令っていうのが見えない鎖になるんですよもしくは重たい鎧になるんですよ想像してください重たい鎧を何枚も何枚もこの19枚身につけて見えない鎖も19本自分の体に手に足に首にいろんなところに縛りつけてねっ その状態で上り坂を進んんででるようなもんなんですよ進めないじゃないですか。ね、なので,なのであの、ね、あ見えない鎖を緩めて重たい鎧を脱ぎ捨てて別に上り坂じゃなくても前に進むんだったら下り坂でもいいや。 あえて自分が苦しいこと苦手なことじゃなくても自分が得意なことで向いてることであれば楽に前に進めるでしょそういうような関わり方をすれば子供はのびのび育つって僕は信じているんですよ、ね、で親御さんも楽なんですよ大人も親も先生も教育者も子供,の関わり子供に関わる方みんな楽なんですそっちの方が親も子も楽になる緩める子育てそれこれが、ね、見えない鎖を緩めるってことなんですよはい そういう意味でね、完璧でなければいけない、また話をぎゅっと戻していくと、どうでしょう、そういう子供の時にね、完璧でないと親に叱られたとか、褒められたとか、あるかもしれない。 あるかもしれないけどもしかしたらそういうのを緩めていくのもいいかもしれませんねでどうやって緩めるのかっていうのはもう最後に、えー、紹介していきたいと思います、ね、まずね19個こういうルールを持っていませんかってまず気づくということが大事なのでまず気づくという意味でねこの19個紹介したその後でねどうやって緩,緩めていくのかを解説したいと思います、ね、何事も完璧にしなければいけないそれは親だけじゃなくて子供にもそうそういうことを求めていませんか2つ目 助けを求めてはいけない。どうでしょう分からないと言ってはいけないとか、難しいこと、苦しいことがあっても、自分一人で抱え込んでしまう。どうでしょうそのようなことありませんか誰かに助けを求めると、人の迷惑にかけるんじゃないか、困らせてしまうんじゃないか。なので、声をかけられないし、助けを求められない。全部自分でやろうとして、結局、全部中途半端になって怒られる。そのようなことありませんかどうでしょうか 助けを求めない、そして自分,自分で全部抱え込んで疲れている、体も心も疲れていて、なんかもしんどい状態が続いている、何をやっても楽しくない、些細なことでイライラしてしまう、どうでしょうか。それはもしかしたら幼少期にね、えー、そんなこと自分で考えなさいって、親に怒られたからかもしれないし、ね、わからないと言ってはいけませんとか。 自分でやれっていうふうにね、親に言われたからかもしれない。で、親も忙しそうにしてたから、えー、気を使って助けを求めなかった。そういう習性が、そのまま今の子育てにもつながっている可能性があります。いかがでしょうか子供にも助けを求めてはいけない。全部,自分,で全部自分でしろ。全部自分で考えろと。そのようなことを言うてませんかどうでしょうかでも助けを求めるって大事ですよねどう思います 助けを求める求めることができなかったら、ね苦しいじゃないですか、まず。全部自分でできない。自分には得意なこともあるし、苦手なこともある。自分が得意なことは、えー、誰かの苦手なことかもしれんし、自分ができないこと、苦手なことは、誰かの得意なことかもしれない。そうやって助け合いながら、お互いの長所を、ね、発揮し合いながらね、決、え、定、ー、を補いながら、チームとして、えー、一緒に働く。これが社会の仕組みじゃないですか。 社会のシステムでしょ全部が全部自分でやらなあかんってわけじゃないじゃないですか。米作って、電気をなんか発,発電して、ね、なんだろう、あのー、車,車を作ってとか、線でいいわけじゃないですか。車作る人がいるし、ね、えー、なんだろう、米作ってくれる人がいるしね、電気を発電してくれる人もいるわけで。で、自分は自分が得意なことで社会に役に立てばいいと思う。で、わからないことはわからないと言っていいし、しんどいときには助けを求めた方がいいと思ってる。どうでしょうかあなたはどう思いますか で、1つ目のところもね、ちょっとこれを言うの忘れてましたけど、完璧でなければいけないっていうよりも、完璧でない方が、子供は安心するんですね。そうですよね、完璧であったら、子供もね、自分も親になったら、育児も家事も料理も全部完璧にしないといけないんだって思ってしまったり、親が完璧だから、なんかこう、自分は、自分も全部完璧にしないといけないと思って、プレッシャーを与えてしまって、子供が潰れてしまうこともあるんですね、心も体も。 でそのまま不登校になったり、引きこもりになったり、心が病んでしまって、うつ病になってしまうこともあります。ありますので、親が完璧でない方が子供は安心すると、親が失敗して、ちょっとうまくいかないぐらいの方がね子供は安心するというふうに考えればね、ね完璧でいなければいけないっていうのも少し緩むんじゃないでしょうか。まあ、少しずつね緩める方うも,方も、えー、各項目紹介していこうかな。ちょっとずつねはい、えー、3つ目。 ちゃんとしなければいけない。ねなんかわからんけど、断るごとに、ちゃんとしなければいけない。ちゃんとさせなければいけない。ちゃんとした親にならなければいけない。ちゃんとした、えー、子育てをしなければいけない。ちゃんと子供をさせなければいけない。ね。みんなの、みんなに恥ずかしくないように。そのように思ってませんか変な親やと思われたくない。ね。普通の親やと思われたい。 子供がね、えー、変な言葉を使ってたり、ちゃんとしてなかったら、自分がちゃんとしつけてるのか、自分がほったらかしにしてるんじゃないか、自分の子育てが、えー、悪いんじゃないかって、他の人に見られる、それが嫌だから子供をちゃんとさせようとする、そのようなことはありませんかどうでしょう。そういうふうにね、ちゃんとするっていうのは、曖昧ですよね。ちゃんとって何、何ってことでしょ。なので、ちゃんとしなさいっていうよりも、具体的にまるをしなさいと。 例えば、ここでは静かにしてねとか、ここではえ歩いてねとか、8時までにはご飯を食べてねとか、具体的に言うた方がいいですね。ちゃんとしなさいっていうのはよくわからない。し、ちゃんとしなければいけないっていうふうに頭の中にあれば、なんかね、子供の気持ちが見えにくくなる。子供の気持ちではなくて、周りから見てどう思われているのかって、周りの方に意識が飛ぶんですね。 そうすると子供の気持ちを無視して子供の気持ちに寄り添うことができず親子関係が悪くなっていくということですね。なので、ちゃんとしなければいけないんじゃなくて具体的に何をしてほしいのかっていうのを伝えるってこと。で、それを伝えたからといって子供自身がね、その親の言う通りに聞かなければいけないっていうのはまた別の話なんで、親と子は別々の存在であり、別々の生き物であるから価値観も考え方も違うんですよ。なので、お互いが納得いく対話をしていくってことですね。 価値観が違う、考えが違う、子供が反発することもある。それが当たり前なんですよ。その中で、どうやってお互いが納得できるえ答えを見つけることができるのか。これが社会に出たときに必要な力なんですね。対話力。なので、それをしっかり家で練習させてあげることも大事なんですよ。あの、ダメなものはダメとか、ね、とにかくちゃんとしなさいって言って、子供の気持ち、子供の意見にね、ピシャって閉めるんじゃなくて、ピシャって蓋をするんじゃなくてね、何がダメなのか、そしてどうしてほしいのか。 で、あなたはどうしたいので、我々はどうしていくのかそれを一緒に話し合うことが大事なんじゃないかなって思います。はい。こ,、あのー、こんな感じでね、えー、一つ一つの禁止令に対して、僕はこういう考え方もあるかもしれないねっていうことを紹介し,てします紹介してます。これが緩める子育てなんですよ。緩める子育てっていうのは、自分の確信を疑うことなんですね。 自分の中でこうしなければいけないって信じてること、もうそれしか見えなくなってる。その状態で、いやいやいや、こんな考え方もあるよね。助けを求めてもいい。ちゃんとしなくてもいい。ちゃんとするというよりも、具体的に〇〇をしてって指示する方が分かりやすいよねとか、完璧でなくても子供は子供のペースで育っていくよねとか、そういうふうに自分の中にある禁止令。 ね、そこに縛られずに、それをこう緩めて緩める緩める、緩めるっていうのは具体的に言ったら、その禁止令を疑うってことなんですよ。いや、完璧で、本当に完璧でなければいけないのって、ね。そのまま4番いきますよ。本当に自分だけ休んではいけないんですかどうですか本当に自分だけ休んだあかんのしんどいねんで、疲れてんねんで、いっぱいいっぱいやねんでね。体も心も。そんな状態で、自分だけ休んだらダメなんですか そもそも親が潰れてしまったら誰が子供を助けるんですか、ね、子供の命を守りたい子供を幸せにしたいんだったら自分の状態を整えないといざという時に守れないんですよ、ね、子供を守ること大事でしょ子供を守るためには自分の状態を整えることつまり休むことが大事なんですよ人間24時間ずっと戦う状態ではいられないんですよ交感神経、副交感神経ってあります交感神経はまさに戦うモード 目の前にクマさんが出てきたときの感じですよ。もう戦うしかないじゃないですか。逃げるか戦うか固まるか。逃走は逃走。逃げるか戦う方の逃走。ね、そうあとは固まる。フリーズ、ね。それしかできない。そういう状態で24時間いられないんですよ。その状態でいたらね、体が壊れていくんですね。もう単純にあの血圧が、ね、高い状態やから、心拍数が上がってるでしょ。心臓にも内臓にも負担がいくんですよ。体が壊れていくんですよ。なので、リラックスするとき。 まさに寝る瞬間のあのリラックスの感じ。お風呂入っているときは湯船使っているときのあの感じですよ。ね。あのリラックスの感じを、えー、24時間はどこかで作ることが大事なんですよ。どうでしょう食事、睡眠、運動してます自分のためにですよ。よく寝て、よく食べて、よく動く。やってます自分のために。ね。ご飯を駆け込んでないもう自分のご飯って言っておにぎり食べながら移動するとか。 ねえー、睡眠があまりよく取れてないなとか、ねえー、自分のために運動してないな、体を動かしてないなってありませんかまずここは基本やからこれをしない。これをすることで自分の体が整えられていくんですよ。食事、睡眠、運動。よく寝て、よく食べて、よく動く。まずここですね。うん、ここをして自分の状態を整える。自分の状態を整えて、ガソリンが入っているから前に進めるんですね。子供を助けることができるんですよ。 子供を助けるために、しっかりと休んでください。どうでしょうか。ね。えー、あのー、あれもあるでしょあのなんの。飛行機。飛行機のね、酸素ボンベの法則って有名な話じゃないですか。ね、飛行機乗ったら酸素ボンベの練習するでしょ。あそこでも案内しているとおり、まずね、酸素ボンベ、一つしかない酸素ボンベ、どうするかというと、まず親、自分がつけるんですよ。自分が自分のためにつけるんですよ、まず。自分,の自分がつけて、しっかり自分の命を確保した状態で子供を助けるんですね。 逆やったらどうですかまず子供を助けるで子供を助けようとしている時に自分が酸欠でな亡くなってしまうと亡くなってしまうとその後子供をどうやって守るんですかそうなんですよ命を守る子供の命を守りたいんだったら自分の安全を確保する自分の状態を整えるってことが一番大事なことなんですよはいこれで、えー、これは何個目や、えー、と4つ目やね次行きましょうか5つ目イライラしてはいけない どううでしょうか母親としていつもニコニコ明るく元気よくね穏やかでいいよ、いいよって優しいそういう母親でいなければいけないって思ってませんかそう思ってたらその思いが強かったらイライラしてはいけないと思ってたらねイライラする自分を責めてしまうんですよ。ままたたたたやっっっちゃガっっ、ま、ガミガミ叱った 叱っちゃって余計な一言言っちゃった。こんな自分はダメな親やって。自分を責めてしまうんですね。自分を責めてる状態っていうのは、自分の心のタンクに穴を開けてる状態なんですよ。ね、穴を開けてたらそこからエネルギーがどん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 抜けていくんですよ。せっかく休んでも、ねえー、休んでガソリンを入れてもね,ね、心のタンクに穴が開いてたら抜けていくんですよ。休めないってことなんですよ。ね、だから大事なことは、イライラしてはいけないって思うことじゃない。イライラするんですよ、人間は。 イライ,イライラは大事な感情なんですよ。イライラっていうのは、ね。自分の人間としての尊厳が傷つけられようとしているサインなんですね。自分の中にある譲れない信念です。こうしないといけない、ああしないといけない。その中には、もしかしたら間違ったルールもあるよ。間違ったルールもあるけど、自分にとって大事なこと、大事な価値観であったり、大事なルールを子供が破っているときにイライラするんですよ。勉強しなければいけない。勉強してない。ね、片付けするべきだ。 片付けしてない。兄弟は仲良くしなさい。仲良くしてない。そういうふうにね、自分の中で譲れないルールがあって、それが裏切られたときにイライラする。だから大事なことは、イライラしている自分を責めるんじゃなくて、イライラしている理由を見つけて、それを冷静に子供に伝えることなんじゃないでしょうか。で、子供,子供にも親にもルールがあり、こだわりがあるのと同じで、子供にもルールがあり、こだわり、こだわりがあるんですよ。なので、お互いね、ぶつかることはあります。 その状態で、さっきもお伝えした通り、対話をしていくってこと。ね、相手を一人の人間として、ねえー、尊重した状態で、しっかりと子供の意見を聞きつつ、お互いが納得いくルールを作っていくってことなんですよ。ね、子は、子供は子供勉強してはいけないあでも、ゲームしてはいけないって親がある。親のルールとしては、ゲームしてはいけないって、子供としてはゲームしたい。 ね、そこにも理由があるじゃないですか。ゲームが楽しいっていうのもあるし、ゲームすることで友達とのコミュニケーションにもなるってこともあったり、ゲームをすることで考える力とか物事を組み立てる力もアップできる。子どもの言い分はある。それに対して親はそれをしっかり聞いた上で、聞いた上で,で、でもゲームをしすぎると、こういうデメリットもある。体にも悪いし、ゲーム依存になってしまって勉強しなくなるとか、いろんなね、えー、デメリットもある。そういうことも伝えた上で、じゃあ、 ゲームとどうやって付き合っていくってことをお互いが納得いくような対話をしていくってことですね。そう、イライラしてはいけないではなくて、イライラしている理由、自分の中にあるこだわり、ルールを見つけて、それを冷静に子供に伝える。そして対話をして、お互いが納得できるルールを見つけるということ。ね、でイライラしているときルールって何なんだろうってそのルールを見つけてでこの、そのルールが譲れるルールやったら譲っていいんですよ。す、ね、べてのルールを譲られないじゃなくて、譲れることもあるとはずなんですね。 今の子どもには靴ひもを結ぶ自分で結ぶのはちょっと難しいことだから靴ひもを自分で結ばなければいけないっていうルールはちょっと緩めようかって、ね、それよりもまずはちょっとこう丸結びでもいいからそれができるように子どもに指導していこうかとかねルールを変えてもいいしルールをなくしてもいいんですよ。 そのルールをね、冷静に考えてみて、あ、それは今のこの親子関係の中では必要ないなと、今の子供にはちょっと難しいなと思ったら、ルールを変えてもいいし、ルールをなくしてもいい。ルールがを変えたり、ルールをなくしたら、イライラは緩むんですよ。そうじゃないですか。イライラっていうのは、自分のルールと、えー、現実とのギャップによってイライラが起こるっていうわけだから、そのルールがなくなったらイライラしないし、ルールが、えー、変わったらイライラも緩むんですよ。そういうことですね。はい、次行きましょうか。 えー、6つ目、人に迷惑をかけてはいけない。うーん、これはね、あるよね、迷惑をいけてはいけない教っていうか、そういう宗教というか、ね、この日本は強いよね、同調圧力が強いので、えー、人に迷惑をかけてはいけないって言ったら、これね、便利な言葉なんですよ。これを言うたらね、なんだろう、子供は何も言えないですね。確かに迷惑をかけてはいけないやろなってことで、<laughs> ねあの、何も言えなくなるんですよ。 で、僕もそうでした、それをやったら迷惑やって言われたんですよ。金髪をしたときに。え、なんでってえ、なんで金髪したら迷惑なんてほあ、あのー、法律にも違反してないし、学校の校則にも違反してない。大学生だったからね。うん。ん誰に迷惑かけてんのって。いや、迷惑や、それかけたら。いや、な、誰に近所の人が怖がるって,言って。え、怖がる金髪で怖がる。<laughs> それは。 ね、怖がる、怖がるんか知れへんけれども、それは、僕、ファッションの一つとして、ダメなんっていう話をね、大学の時にはしたんですけど、いや、ダメなものはダメだってなって、えー、結局は許してもらえなかったんだけど、許してもらえなかったけど、僕は金髪のままでいたから、もう半年間はな話さなかったけど、親とね。うん。とにかく、人に迷惑をかけてはいけないっていうのは、これはね、子供の気持ちをね、えー、に蓋をする行為なんですね、この言葉っていうのは。 大事なことは、人に迷惑をかけてはいけないじゃなくて、具体的にあなたの行動がどのように迷惑なのかを伝えることであったり、そういう行動をすることで、私がどういう気持ちになったのかっていうのを伝えることだと思うんですね。迷惑っていうのは曖昧じゃないですかで。例えばさっきの金髪の話だったね。あなたが金髪にしていると、えっと、ね、例えばね、どうや、どう言ったら僕納得したいのうん、金髪にしていると、えー 不良にななったんじゃないかと、ね、周りの人からして不良に不良になってしまったんじゃないかと思い一応、ね、僕は銀行の支店長だからそういうのが気になる気になるからできればやめてほしいって言ったら響いたんかないや響いてないなちょっと難しいよね <laughs> 金髪を二十歳の、ね、お兄ちゃんに金髪がダメっていうその正当な理由っていうのは難しいよね、まあ、一言で言うと世間体だったんですよ なんで金髪が嫌やか多分世間体、うん、そうやって金髪になる金髪をするような子供を育ててるっていうのが、えー、世間に恥ずかしい自分が恥ずかしかった、うん、だから人に迷惑をかけてはいけないって言葉でそういうふうに、えー、僕に言ってきたと思うんですよ、うん、だけど僕はみあの見透かしてたよそれは人に迷惑をかけてはいけないじゃなくて自分の世間体が気になるだけやろって思ってたからね、うん、そうなるとやっぱ親子関係が悪くなるよね 僕のこと考えてないし、ね、自分のことしか考えてないやろめって思う、うん。そうなると子供は反発するし親子関係悪くなるで。やっぱり親子関係が悪くなると子育てがうまくいかないんですね。そうじゃないですか。親子関係が悪い状態で子育てがうまくいくってないでしょうね。ないですよね。 なので子育てにおいて一番大事なことは親子における安心感を育てることでそのためにどうしたらいいかっていうのは過去の動画もね、えー、散々お伝えしてるんだけどそのやっぱり自分の価値観を押し付けるために人に迷惑をかけてはいけないっていう言い方をするとそれはやっぱ信頼を失う行為なんじゃないかなと思いますはい7番 自分だけ楽しんではいけない。まあこれ4番ね,ね。自分だけ休んではいけないにも近いんやけど、なんだろう、自分だけおいしいご飯食べてはいけないとか、ランチをしてはいけないとか、お,お泊りで子供を置いてね、家族を置いてお泊りの旅行してはいけないなどなど、ね、自分だけ楽しんではいけないっていう考えありませんね。 子供もかあの宿題頑張ってる。だから自分だけ休んではいけない。自分も頑張らないといけない。自分が休んでしまったり、自分が努力をやめてしまったり、自分だけ楽しんでいると、なんかね、自分の存在価値がなくなっているような、そんな感覚ありません、ね、そうするとね、やっぱ楽しめないんですよ。自分だけ楽しんではいけないってなってしまうと、えー、何をやっても休めない。えー、どんなときでもプレッシャーがあるし、 えー、自分が楽しいことを思いついてもやりたいことを見つけたとしてもやってはいけないってなっちゃうんですね。なぜならそれって自分家族のためにならへんやろってお金稼ぎにもならへんし家族のためにならへん自分がただ楽しいだけそれは消費やいや浪費やそんなことに時間とお金を使うなみたいな声が頭の上の方から聞こえてくるんですね。 うん、でそれはもしかしたら幼少期にね、自分の親が自分を犠牲にして、子育てをしたり、仕事をしたり、ね、一生懸命やっていた、そういう姿を見ていたから、親として自分もそうならないといけないと思ってるかもしれない。でもね、でもね、あのー、大事なこといや、楽しむってことはすごく大事じゃないですか。それを子供に教えてあげることも大事なんですね。 大人になっても、子供のために、家族のために自分を犠牲しなくていいと。自分がやりたいことをやってもいいし、休んでもいいし、自分が楽しいことを率先してもやってもいい。それを、その見本を、生き方の見本を子供に見せてあげることも、僕は大事なんじゃないかなと思います。ね、もちろん、勉強しなあかんこともあるし、宿題もあるし、習い事行ったらいろんなね、あの課題もあると思います。 でその中でね、やっぱ子どもは、どちらかというと、その学校の中で言ったら戦闘モードじゃないですか、さっきのね、戦うモード、交感神経が優位のモードなんですね、リラックスしてないんですよ。なので、家にいる時間は、もう特に休ませてあげたり、家にいる時間はまさにリラックスモード、戦闘モードとリラックスモードがあった時に、家にいる時間はもうリラックスモードでいいんじゃないかなと。 もう24時間のバランスを考えて、ね、外でずっとリラックスしてるんやったら、じゃあ家ではちょっとこう戦闘モードの、ね、こうなんか集中モードの時間入れようかっていうのは大事やけど、どうですか習い事してる時も、えー、ピアノやってる時もね、えー、学校に行く時も、どっちかって言ったら戦闘モードだと思うんですね。自分のスケジュール通りできへんから。ね、自分が時間割も自分で決められへんし、興味のない授業を受けさせられたり、テスト、ね、があって、順位付けられ,されたりね。 でもっとこうした方がいいや、ああした方がいいって怒られたりしながらね、戦闘モードじゃないですか。そういうことを考えたら、リラックスできる時間を持たせてあげる。ね、それが何の役に立つかわからへん、ね。お金になるかどうかわからんし、仕事につながるかわからへんけれども、えー、楽しむってことを選ぶってことも、ね、大事だと思うんです。そういう意味でね、親であるあなたが自分,自分が楽しいと思えることをちょっとやってみる。 24時間やれって言ってるんじゃなくて、えー、1日15分でも30分でもいいから自分だけで楽しん自分だけ楽しめることでも OK とそこを許してあげる許可を与えることで子どもの心も緩むんじゃないかなと思いますはい、えー、じゃあちょっと水飲みましょうかはい8番ね勉強しなければいけないまあこれはね あるよねー宿題しないといけない、期日までにしないといけない、ね平均以上の点数を取らなければいけない、受験勉強してたら受験に合格しなければいけないとかね、どうでしょう。そしてもっと言えば、子供を勉強させなければいけない。ね でこの勉強ってその分かります。勉強ができていないと、将来のね、えー、自分の行きたい高校とか行けるんかなとか、えー、行きたいところ就職先に勤められるんかなってね、そういうこともあ,りあると思います。で今ね、ここでつまずいてしまったら、これから先も勉強嫌いになって、もう勉強から離れてしまって、ますます将来が不安になると、そういうようなね、恐れとか焦りもあると思うんです。そういう意味でね、宿題しなさいと勉強はっていうね、声がけにも、えー、声がけにもなってしまうと思うんです。ただね、 何度もお伝えしている通り、宿題しなさいとか、勉強しなさいとか、親が何とか勉強させようとするその行為はね、結構、結構子どもの勉強へのやる気を、えー、失わせるんですね。合ってることを失わせる子どものやる気を下げるんですね。こっちの方が分かりやすね。下げるんですよ、やる気を。だって、やる気、勉強しなさいって言われて、やる気出てきたっていう子いないでしょいないんですよ。そんな子、人にも見たことないんですよ。 でその、やっぱりねあの、勉強嫌いにさせないっていうことが、幼少期、いわゆるも小学生までにおいて、一番大事かなって僕は思ってて、そう考えたときに、周りと比べるであったり、えー、勉強をあの子どものペースでできない、ね、周りのペースで、早くやりなさい、やりなさいって言われたりとか、何を学ぶのかをえさえ選べない、学ぶスタイルも、僕、プリント嫌いなんだけど、漢字ドリル嫌いなんだけど、ね、でもそれさえ選べない。これ、 嫌いになっていきませんそうですよね。自分が,何,がや何をやるのか選べないし、自分のペースでできないし、いつの間にか誰かと比べられてて、えー、自分の学びのスタイルで、自分に合ったスタイルで学べない。これ嫌いになりますよ。勉強嫌いにさせてしまったらものすごい大変よ。毎回毎回指示しなか、毎回毎回やる気出ささなか。もう上り坂ですよ、まさに。これが上り坂の関わり方なんですね。上り坂、なかなか前に進まない車。 子供の車ね、車の車を後ろから押してるようなもんですよ。ものすごい労力かかる。子育てしんどくなるんですよ。ね。そうじゃなくて、子供がもし勉強が好きなんやったら、ちょっと、ひょいって背中を押してあげたら、下り坂です。シューッ、シュッ、シュー,シュー,シューって、こうね、下に降りていくような、そういうような関わり方をしてあげることで、子育ては楽になるんですよ。うん。楽になるってことを考えたときに、やっぱりその勉強を好きにさせるってことはすごく大事ね。勉強嫌いになったら、上り坂。 勉強が好きになったら子供は勝手にやるようになるの下り坂なわけであり。なので、勉強嫌いにさせないためにどうしたらいいのかって考えた方がいいと思います。勉強しなければいけないじゃなくて、どうやったら勉強嫌いにさせな,さ勉強嫌い,にさせないのかってこと。勉強好きにさせることができるのかってことを考える。ね、そう思った時に、これまでの子供との関わりを見つめ直すってすごく大事ね。 ね、あの生まれて赤ちゃんの時から学ぶことが嫌い、新しい世界に触れることが、えー、苦手とかね、えー、なんか勉強が嫌いって子はいないんですよ。何でもこう触ってみて、何でも興味を持って、時には匂って、時には口の中に入れたりしながらね、興味関心を示して、えー、ここまですくすく育っていったと思うんですね。勉強は好きだったんですよ。でも、何らかのきっかけで学ぶことが嫌いになっていったんですね。その歴史をたどるということ、もうこれがね、やっぱ根,根本的に大事です。 で何かしらあるんですよ。うちの子が勉強が嫌いになった理由が。どういう関わりをしたから嫌いになったんだろう。受験をさせたからとかね。せ、えー、かしてしまったからとかね。えー、なんか好きなことを我慢させたからとか。いろんな理由があると思うんです。それを一つ一つやめていくことっていうのも大事なんじゃないかなって思います。9。甘やかしてはいけない。どうでしょうか。子供を甘やかしていては自立できない。 ねえー、子供がママ見てママ見てって言ったらそんなん見ないと言ってそんなん見ないとは言わないな <laughs> 見てって言ったらまた後でね,ねとか言ったりんだろうとにかく褒めようともしないし、えー、認めようともしない子供がなんか有頂天になって勝って喜んでたらそんなことで喜ぶなって言ってしまうどうでしょう子供を甘やかしてはいけないって思ってませんか うんこれね、すごく大事なことなんですけど、あのー、愛着を育てる、さっき言ったね、子供と親との間に安心感を育てる、安心感を育てるためには、できる限り甘えに答えてあげることが大事なんですね、甘えに。甘えっていうのは、何らかの子供の気持ちの気持ちの要求、気持ちのサインなんですよ、訴えなんですよ、何らかの訴えに対して、それを聞いてるよと。 それを分かっているよと。理解を示すということはものすごく大事なんですね。そうすることで、あ、僕の訴えを聞いてもらえている。僕はここにいていいんだ。大事にされている。生まれてきてよかったって、そういう実感を得られるんですよ。なので、甘えには極力答える。だけれども、その甘やかさないようにする。ここ難しいですね。甘え,甘え,甘えには答えるけど、甘やかしをしないってこと。ここの分岐点は難しいんですけど、それで本に書きました。ちょっと読みましょうか。第1章の 一番最初の項目ですね。皆さん見てください。もしある方は。第1章の一番最初の項目は、えー、甘えさせてはいけないではなく、甘えには全部答える、ねえー。そもそも子供の甘えは、親の愛情を確認したいというサインですということですよ。自分は大切にされている、親に愛されている、自分はここにいていいのだということを確認したいのですということです。 そのような子供の愛情確認行為をスルーしてたら、自分は愛されていないのではないかと不安になったり、自分は誰にも必要とされてないなどと、自分のことを価値ある存在だと思えなくなると。そうすることで自己肯定感も下がっていくし、無価値観と罪悪感で頭が埋め尽くされるということですね。そう。だから大事なことは、子供の甘えには応えても、決して甘やかさないということ。甘やかしとは何か これ言いますよ。甘やかしとは子供が自分でできることを親が先回してやってしまうこと、ね、ここ子供が自分でできることを親が先回してやってしまうこと、ね、だから甘やかににしに対してはどう答えるのかというと、えー、気持ちにはイエス、要求にはノーですわかりますよその気持ちをちゃんと受け入れるんですよ、えー、カレーライス食べたいんだねって、えー、カレーライス食べたいんだねってで,できない時もあるじゃないですか そういう時は、でも、昨日カレーライスでもう、今日はね、ハンバーグ作ったから、今日はハンバーグなのね、また明日カレーライス、明日余ってるのを食べ作ろうね、みたいな形ね。気持ちにはイエスだけど、要求にはノーの時があってもいいんですよ、ねで。子供がもしそれが自分でできることであったら、気持ちに共感した上で、たかしくんが靴ひも結べるって知ってるよ。ここで見ていてあげるから、一回やってごらん。 などと勇気づけてあげることも大事やし、こっちが忙しくて疲れたりして、その場で対応できなんこともあるんやん、忙しくて。ママ、本読んで、ママ、本読んでって。料理作ってんねん、こっちは。みたいな。あるでしょそんな時には、できない理由を伝えて、しっかりとノーを示すことも大事なんじゃないでしょうか、ということです。甘えには答えるけど、甘やかさないということ、ね。気持ちにはイエス、行動にはノーの時があってもいいということですね。はい。10、困らせてはいけない。どうでしょうか 子供を困らせてはいけない。子供に寂しい思い、辛い思い、悲しい思いをさせてはいけない。ね、子供が困らないように、困らないように、英語を習わさないといけない。運動をささないといけない、ね。そういうふうに思ってませんもちろん、そうやってね、子供がね、将来幸せになるように、自立できるように、困らないように考えてしまうというのは、親として普通の感情だと思うんですよ。当たり前の感情ですね。幸せになってほしいもん、ね。でもそれが行き過ぎると、行き過ぎるとね、 困らせてはいけないって思ってしまうと、そもそも僕たち、私たちは困りごとの中で学んでいくわけじゃないですか。失敗することで間違えてうまくいかない経験を通して、あ、次はこうしようってことを学んでいくわけでしょ。そういう学ぶ機会、失敗する機会っていうのを奪ってしまうことになるんですね。そう。すごく大事なことですよ、ここ。奪ってしまう。それがもう本当過干渉であって過保護になってしまうんです、そうなるとね。で、僕たちは、だってその失敗の中で学んでいくのに、その学びの機会を奪ってるんですよ。 失敗の中で、あ、こんな言い方したら、相手が傷つくんだな、とかえ、片付けしてなかったら、なんか勉強のやる気がなくなるんだな、とかね。あ、おもちゃが、おもちゃ大好き、大切なおもちゃがどっか行ってしまった、ウェーンって、とかね。じゃあ、次からちゃんと片付けしよう。このロボットはここに置いとこう、とかね。置き場所を決めるわけじゃないですか。そういう悲しい思い、辛い思い、痛い思いをすることで、次は困らないようにどうしたらいいかって自分で考えて行動するようになるんですよ。そういう機会を奪ってはいけないってこと。困らないようにどうしたらいいかじゃないんですよ。 困らせるってことなんですよ困ってる時は学んでる時なんですね主体的にトゲが刺さらないことにはトゲを抜こうって思わないんですよ、ね、トゲが刺さってるのを想像してって言ってねトゲがその時どうやって抜くっていうことではちゃんと自分ごとにならないんですよ痛い痛い,トゲ,い,いトゲ抜きたいトゲ抜きたいってなった時にどうやってトゲを抜き,かて抜きたいかで知りたいわけじゃないですかだって痛いから 痛みを伴ってるから、この痛みから解放されたいんですよ。だから、トを抜く方法を知りたいんですね。その時に主体的になるんですよ。自分ごとになるんですよ。これ、自分ごとになるってことが人生においてものすごく大事ですよね。自分の人生は自分の責任なんだ。自分で考えて、自分で決められるんだ。その感覚を育てていくこと。それは、その一つの行為として困らせるってこと。これ、ものすごく大事。親として、困らないように、困らないようにと。ね。子供のい 行く先々、先回りして、失敗しないように、そういうね、えー、先回りしたい、失敗を取り除いたりするんじゃなくて、困らせるということ。で、困った時に学んだらいい。困った時に学んだらいい。で、子ども今やるのは、今、子どもが夢中になっていること、やりたいこと、集中していることに没頭する。で、そこでや、夢中になって、集中して、没頭して、その経験の中で得られた集中力であったり、自分で考える力っていうのは、結局それは勉強面であらゆる面でも応用できるんですよ。 それが、なんだろう、セミの取り方でもいいし、ドッジボールでもいいじゃないですか。どんなことでもそうです。そこで培った集中力や、えー、自分で考えて行動する力っていうのは、結局それは勉強面でも使えるから。ね、将来困るから英語させたいとか、将来困るからプロ,プログラミングさせたいって分かります。でも大事なことは子供が今何に興味を持ってるかなんです。ね、子供は今興味を持っていることを今やったらよくて。で、困った時に、 そ,のそれを困ってやりたいと思った時にそれをやったらいいって基本的に僕は思ってますはい半分終わったかな10個紹介しましたねそれでは後半部分に移りたいと思います11自分を優先してはいいけないどうでしょうか自分のことを後回しにしてないやりたいこともそうやし自分の時間もそうやしお金もそうエネルギーもそう えー、どこに分配するって考えた時に自分のことではなく自分が欲しいものとか自分がやりたいことではなく子どものためにとか家族のためにっていうふうに自分を犠牲にして我慢して後回しにして家族のためにやってません別にそれが悪いってわけじゃないですよ悪いってわけではなくてそれをやっていて自分ばっかり大変やなっていう不満とかある場合 その不満がある場合は、ちょっと緩めていった方がいいよねってことですよね。だって自分ばっかり大変やと。なんで自分だけ我慢しないといけないの自分のことばっかり犠牲にならないといけないのというふうに思っているようであれば、ちょっとそこを緩めて、自分の時間であったり、お金であったり、体力、エネルギーを自分のことに使ったらよくないですかどうでしょうかその自分ばっかり大変っていうその不,安不満やストレスっていうのは、何らかの形で子供に向けられます。 何らかの形で子供をガミガミ叱ったり、子供に余計な一言を言ったり、えー、それはもしかしたら子供じゃなくてパートナーかもしれない。なんであなたは協力してくれないのというふうにね、そっちの方にエネルギーが向いてしまうんですね。そうではなくて、我慢してることがあれば、相手に言ったらいいじゃないですか。ねね、言っても変わらない。わかります。言っても変わらないんであれば、じゃあどうするか。それまた別の話ですね。まずは、ちょっと言ってみる。 言ってしってしかり時間を取るこれ,これもすすごく大変なんですね、えー、パートナーとの対話っていうのをまた今度ゆっくりやりたいんですけども全然パートナーが子育てでも家事もね協力してくれないそもそも協力っていうか家事も育児も我々のやるべきことなのにいつの間にか私の責任になっていてそれに協力してあげるよっていうスタンスになっているその図その構図自体が違うよねっていう違和感があるとかね まあいろんな考えがあるし、何を言っても、なんか言うこと聞かへんし、むすっとしてるし、めんどくさそうにするし、で、それをね、これやってね、あれやってねって言っても完璧にできない、できないし、それやったら私がやった方が早いってなってしまって、もうパートナーに頼むのもやめて、対話するのもやめて、自分で抱え込んでしまうって、それで、なんていうか、心も体も、 疲れている方っていうのがね、結構多いなっていう印象を受けてます。で、そういう方からの相談が多いのでね。で、そういう時にどうしたらいいのかっていうと、やっぱりこれ自分を優先してないからなんですよ。ね。自分を優先するってこと、すごく大事ですね。でもちろん、ちっちゃいうち、赤ちゃんのうち、自分一人で生きていくことはできない。その時にはね、子どもの命を守ること、すごく大事ですよ。子どもの命を守るためにもしかしたら寝る時間を犠牲にして、自分の時間、自分のお金、自分のね、命を 削ってその子供を守るということに使わないといけないタイミングもあると思いますでもどうでしょう小学生1年生になって3年生になって6年生になって中学生高校生になってどうでしょうそこまで大きくなってるのに子供の命を守ることってあります今やってることっていうのは どうなんですか本当に必要なことなんでしょうかねそれは本当に親であるあなたがやるべきことなんでしょうかもしかしたらそれをやらないことで子供が自分から動き出したりとか自分で責任を取るっていう、えー、姿勢を身につけるかもしれないですね。親がやってるから親が死ぬぐいしてるからいつまでたっても責任感がないいつまでたっても自分で動かない可能性もあるよね。なので極限まで緩めていく。今 子供のためめにややってることをやめているここととをく1回全部やめたときにどういう反応するのかを見てみるこれも1つおすすめですね1週間家から離れてみるってことも、ね、できるんであればできるんであればちょっと1週間実家に帰るとかいう中で家事とか家事とかねやらなあかんことっていうのをもうあの自分なしで家族のメンバーでやってもらうっていうことをね、えー、体験してもらうっていうのも自分ごとにさせるための一つの方法ですよね あ今までこれ当たり前のようにお茶があったけど、これお茶って作らなあかんかったんや、誰かがって。これいつもお母さんがやってくれてたんやなって。お風呂だって、いつもは時間になったら、8時になったら沸いてたけど、いやいや、お風呂は洗うところから始めなあかんねんな。だ洗剤なくなったら、じゃあ洗剤を買わないといけない。どんな洗剤がいいのかな、ね。それもお金も限られているし、その範囲内でやりくりしないといけない。こういうことを普段んは、えー、パパとママはやってくれてたんだって、子子ももね、感謝の気持ちも湧いてくるかもしれへんし。 その中でねあ、自分ができることはした方がいいよねっていう感覚が、ね、身についていたり、ね普段の,あの家事とか、ね、育児とかにもパートナーも含めて、ね、協力的になってくれるかもしれない。でとにかく今やりすぎているから子供ももパートナーも非協力的になっているかもしれない、ねど。卵かサギかトリサギかの話じゃないですよ。自分ががやってるから子供が パートナーが非協と子供が非協力的だから自分が全部やってしまうのかそれねあのどっちがどっちってわけではないんだけど一度全部やめてみるっていうのをや っていうのは結構おすすめかもしれないそうなったときに、案外自分がいなくても、自分があれもこれもしなくても、回っていくやんっていうことを体験するとね、えー、あじゃあこれやめとこあれやめとこっていうことで、簡単に手放せるようになっていくんですねでその。その中でね、なんかいけないこと、問題が起きたとしても、その問題っていうのはずっと続くわけじゃないんで、ずっと続くわけじゃない絶対いつかその嵐は過ぎ去るから。 過ぎ去るから、その嵐の中でね子供は何かを学んでもらったらいいし、もしかしたら先生に怒られる、宿題をやってないということで先生に怒られることかもしれへんし、なんだろうな、忘れ物をすることで自分が大好きな睡眠ができないという体験かもしれないし、とにかく先ほどにもお伝えしましたように、困らせること、トゲを刺すということ、これすごく大事。 なので、子供のこと、子供のこと、あれもしてあげないと、これもしてあげないとってなると、自分の時間もなくなってくるから、えー、それを減らしていって,あれもしてあれ、あれは別にしなくていいよね。これは,し,てはしなくてもいいよねっていうことでね、減らしていって、自分の時間を確保し、で自分のために時間を使うっていうことは、すごくおすすめでございます。自分を優先してもいいんですよ。ね、だって自分の人生なんだから。 子供のためにあるわけじゃないし、家族のためにあるわけじゃない。あなたは、あなたの人生を生きるために、あなたが自由に、あなたのこの今日という一日を自由に楽しんで生きるために生まれてきたんですね。そうなんですよ。ハンドルを握っているのはあなたなんですよ。あなたが決められるんですね。何をするのか。自由に、喧嘩をしてはいけない。どうでしょうか。兄弟喧嘩、友達との喧嘩、見ているときに止めてませんかもちろん。 手が手が出るとか、暴力的なことであ,あれば介入することは必要ですけど、そもそも喧嘩をしてはいけないと思ってない。いざこざを起こしてはいけないと思ってない。僕たち、私たちは、やっぱり喧嘩しながらでしか学べないんですよ。ね、喧嘩しながら、こういうふうに言ったら、えー、心地いいんだろうなとか、こういう言い方をしたら、相手の気分が悪くなるなって、それやっぱね、 喧嘩をするっていうことであったり、何かこう、お互いが思ってることを言い合う中で、対立の中でをそれを、それをどうやって仲直りするのかであったり、それをさらにどうやって生かしていくのかっていうことをね、学んでいくんですよ。対立なしに学べないんですね。やっぱり価値観が違う、生き方が違う、人生が違う、やりたいことが違う、ね、信念が違う、ルールが違うと、対立して当たり前なんですよ。その時に対立してはいけないとか、喧嘩をしてはいけないだったら、深い話ができないんですね。 そうじゃなくてお互いが思っていること、自分はこうこうこういう時に嫌なんだと、こうしたいんだということをちゃんと伝えるで、プラス相手の話も最後まで聞く、その中でお互いが納得できる答えを導き出すということ、それがこれからの時代に生きていくために必要な力、何度も言う対話力じゃないですか。 それって対話力っていうのは、やっぱ喧嘩をしてはいけないって言って、お思,思ってることを発言してはいけないとか、思ってる気持ちを伝えてはいけないってしてたらね、これできないんですよ。これできないんですよ、あのー。自分の気持ちを殺す癖しかできないですね。そうじゃない。社会になったら、自分がやりたいことと人と違うことがある。その時にどう行動するのかっていうことがすごく大事じゃないですか。 もちろん、そのコミュニティから離れるっていう一つの選,選択もあるし、いや、この人とはず,ずっと暮らしていきたいんだったら、どうやって折り合いをつけるかって対話をすることが必要やし。な、ね、ので、やっぱり社会で経験するようなことを子供時代に経験させてあげた方がいい。ね、いっぱい失敗させてあげた方がいいんですよ。言い方間違えても、調子を汚い言葉でも OK じゃないですか。喧嘩をしていいんですよ。ただ、喧嘩をする時のルールは教えてあげましょうってこと。 手を出さないっってことであったり、ねえー、お互いの話は最後まで聞くっていうことであったりもうどうしようもなかったら親に助けを求めるとかねそういう喧嘩をしては OK だけど喧嘩をするときのルールだけ共有しておく、うん、そういうことも大事なんじゃないかなと思います、まあ、今回はね親も子も楽になる緩める子育てっていう本をね僕はこの2023年の7月に書いたんですけどその本に書いてることを紹介してます と凝縮して紹介していますなので、えー、なんだろうあの、こういうふうな子育てがしん,しんどくなの禁止令、私あるなって思われた方であったり、もっとね、楽に子供と関わっていきたいなと、イライラとか自分を責めてしまうっていう、そういう子育てに、えー、終止符を打ちたい、そういう方がいらっしゃったら、ね、ぜひ本買ってください。 概要欄に、ね、載せてますあと公式 LINE ではね、こういう風な禁止令をどうやって緩めるのか、まあ、人生脚本を緩めて、新しく人生脚本を書き換えていく、そのための方法を26本の動画で解説してます。それも概要欄にあるので、えー、ぜひ登録してみてください。いつでも解除できるわね。はい、次行きましょうか。 13、失敗してはいけない。どうでしょうか。まあ、困らせてはいけないにも近いんだけど、ね、失敗すること、間違うこと、恐れてませんかあなた自身が。どうですか完璧にしなければいけない。どんな時にも正しい答えをに、あのー、出さないといけない。子育ても間違ってはいけない。というか、子育てって正解ないんですよ。 どんな声掛けにもプラスもあるしマイナスもあるメリットもあればデメリットもある、ね、私立中学に受験することもメリットもあるしデメリットもあるじゃないですか効率に行くこともねでその中で話し合いの中で子供に決めさせることが大事じゃないですか人生ってそうなんですよこういうふうに生きたら幸せになる予定がないんですよない中で自分が納得できる答えを見つけていくそこには失敗があるんですよ失敗しながらね 失敗しながら、あ、これは自分に合わないんだっていう方法を発見できるわけで、あ、これは私には合ってないんだ、僕には合ってないんだっていうことが分かるわけじゃないですか。そういうふうにデータを集めることで、自分に向いてること、自分がやりたいことが分かってくるんですよ。失敗してはいけないだったら成長しないんですよ。ね、だって絶対成功することしかやらなかったら成長しないじゃないですか、ね。成長しないと成功できないんです。成長の先に成功があるんですよ。その人が思い描いている人生、生き方、 あるんですよ。目標を達成できた夢が叶ったりね。なので、なので、失敗してはいけないじゃなくて、失敗する姿を見せるんです。そっちの方が子供にとって良くないですか自分がこんなことやりたい。でもこ、こんなことうまくいかへんねんって。ちゃんと弱音を吐きながらね、うまくいかへんかって。でも、この失敗でね、こんなこと学べてん。みたいな、ね。学べて次はこんなことやろうねん。やろうと思ってんねん。みたいなねそっちに向かって失敗を生かす。そのための練習をする。そして成長していく姿を見せる。そっちの方がね、 失敗してはいけないって言って失敗の姿を見せない親よりは子供は成長するんじゃないかなって僕は思うんですね。成長っていう点で考えたらね。なぜなら成長するためには失敗っていうのは絶対外せないから。で、その時に失敗っていうのを恐れていると一歩踏み出せないんですよ。で、失敗っていうのは成功の母,母だよっていう話もあるでしょ。何やったっけ失敗とは成功のもととかね。失敗とは成功の母とか。そういうことわざあるじゃないですか。ね。エリソンも言いました。 えー、99回失敗したんじゃない。99通りのうまくいかない方法を発見したんだ。つまり、我は失敗してない。みたいなことを言った人もいるでしょそういうことで、あなたが失敗に対してどう考えているか、その考えが子供に連鎖するんですね。そう。あなたが失敗を恐れていなかったら子供も失敗を恐れない。あなたが失敗を恐れていたら子供も失敗を恐れるようになるということ。失敗することは、ね、新しいことに挑戦するということを。 ためにもう必須なんですよ新しいことを挑戦するということはやったことないだからことだから失敗して当然なんですね。それ失敗に対してどう受け止めるか、どう親が反応するのかによって子供が失敗に対するってどう考えるのか、その考え方が作られていくんですね。その考え方がいわゆる子供の中の禁止令になって人生脚光になって、えー、ずっとずっと子供の人生を縛ってしまう可能性もあるということ。僕は失敗してはもう OK と思ってるよ。あなたはどう思いますか あなたにとって失敗とは何ですかそれを言葉、自分の言葉にして、それを子供に語ってあげる。そしてその言葉通りに自分が生き方で示す。これが大事なんじゃないかなって僕は思います。はい。14、子供の要求に応えなければいけない。これ9のとこにも話したね。甘えと甘やかしの違いよね。うん、ここのしっかり意識することが大事。 ななぜね子供が「ママ見てママ見て」って言ったらずっとこうママ見ないといけないとかね本読んで本読んでって言ったらママ,のやりママのやりたいことがあってもそれを中断して子供のためにしないといけないそう思ってるとねやっぱストレスたまるししんどいじゃないですか。 <laughs> しんどい子育てがしんどくなるんですよで今回は子育てがしんどくなる禁止令を集めてるんですよ子どもの要求にどんな時にも応えないといけないとなるととにかくしんどいしんどくなるとエネルギーがなくなるガソリンがなくなるから前に進まないんですよで無理やり前に進むためにやる気を自分でね焚きつけてやってると体,体が壊れていくんですねそうなので無理な時は無理っていう 省エネモード宣言という話も前にしましたね。しんどいとき、疲れているときには省エネモード宣言をする、家族にね、省エネモードです。えー、そのときは、なんだろう、料理を1品減らすとか、ねえー、お風呂を洗わないであったりね、えー、洗濯物はパパがた畳むとかね、なんかそういうふうに省エネモード宣言のときは、私は今、あのー、も,うもうすぐでこうエンストするから、ガソリン切れちゃうから、えー、家事を今まで通り完璧にできないよということを、ね、教えるんですよ。 あの伝えるサインです。旗とか作ってもいいかも。黄色の旗とか立てる。そうすると、あママは今、イエローなんだな、黄色なんだな、省エネモード宣言なんだな。省エネモード宣言の時は、あ、そっか、自分で料理、ご飯お皿を洗わないといけないんだなとか、あ自分で布団とか片付けないといけないんだなとかね。 そういうふうに、省エネモード宣言の時は、ママ疲れているから、あのこれとこれはできないよっていうのを、あらかじめ子供、そして家族に伝えておくことっていうのはすごく大事なんじゃないかなと思います。そうするとね、あ、ママ見てって思った、思ったけど、あ、ママょっとちょ今日ちょっと疲れているんだな、また明日にしよって、子供にも理解してもらいやすくなるでしょ、家族にもね。なので、 疲れている時っていうのは全て子供の要求に応えなければいけないことはないし自分が疲れている時っていうのはちゃんとそういう,ふうにサインを出すっていうのも一つの、えー、手段で手段としておすすめでございますはい15我慢しないといけないどうでしょうかこんな考えありません幸せになるために成功するために我慢しないといけない子供をね、えー、自立させるために親はどんな時でも我慢しないといけないで子供も 勝つためにはしんどいことにも耐えないといけない成功するためには今やりたいことを我慢してやるべきことをしなければいけない子供が楽しんでいるといつまで楽しんでいるの後々苦労するよみたいな苦あれば楽あり楽あれば苦ありの精神で楽をしている子供を見るといや我慢しなさい努力しなさい頑張りなさいみんなが休んでいる時こそ走るのよそのような考えを持っていません ねまあ、僕はかなりやるんだけどね、これ。あの楽あればくわり。今楽してたら将来苦労するよっていう考え。うん、これはねあの、昭和で生まれた人っていうのは持ちがちなんですよ。ね、あの24時間働けますかみたいな CM あったように、まあ、たくさん働ける人が、働く人が出世をして、休みの日もゴルフ行ってね、接待をして、そうやって、なんかその根性で、体育会の精神でね、仕事をしてる人ほど成功しやすいっていうふうに言われてたんでね。 あのー、バブルの時はね、そうやったじゃないですか、高度成長期、たくさんものを作っても売れたんですよ、エアコン作っても、パソコン作ってもね、パソコンはなかったな、えー、冷蔵庫作っても、えー、車作っても売れたんですよ、なかったから。でも今みんなパソコン持ってるし、えーレ、エアコン持ってるし、車もあるじゃないですか、ねもうある程度ある中で、作ったら売れる時代終わったんですよ。ね、その中で作るというよりも、ね 一人一人の本当に困っていることを見つけて、それを、えー、発明していくことがすごく大事ですね。それっていうのは、ただがむしゃらに動けばいいんじゃなくて、ね、しっかりリラックスした状態で、いろんな人のアイデアを聞きながら、対話しながら実験して、実験しつつ、あ、これ合わんかったな、これ合うなっていうところをね、えー、試しながらね、商品を作っていくことも大事で、とにかく、ストレスを溜め込んでいたら、自分の力を発揮できないってこと、社会でね。 でもっと言えばね、あのー、先ほどにも言いましたけど、前に進むっていうのは、上り坂じゃなくてもいいんですよ。下り坂でもいいんですよ。ね、わざわざ自分が苦手なこと。僕は字を書くのが苦手やった。字を書くのが苦手な僕。これは上り坂なんですよ。字を書く練習はね。そうじゃなくて、絵を書くのが好きだったんですよ。これ下り坂なんですよ、ね。別に字が下手でも、絵が上手やったらよくないですかその人が得意なことがあったらよくないですか わざわざ苦手なことを直すじゃなくて、その苦手なことを芸術として評価してくれるアートをさせてはよくなくないですかよくないよえそれじゃだめですかどうなんでしょう、ね、苦しいことに耐えないといけない。苦手なことを全部直さないといけない。本当にそうなんでしょうか上り坂。もちろん上り坂を登ることも、ね、子供が選んだことなら大事なことかもしれへん。だけれども、下り坂の方が勢いよく前に進めるんですよ。 自分が得意なとことをやる方が、自分が楽にできることの方が、ね、得意なことあるんですよ。向いていることあるんですよ。自分が興味を持っていることあるんです。それをとことん没頭させた方が、そ,その中で生きる力、考える力も行動する力もコミュニケーション力も生きるために必要な力で身につけていく。一つの道を極めていくと、それはどこ,どこ、どの道にもつながるんですね。そう考えたときにわざわざ登り道を行、ね、かせる必要はなくないって。本人が楽に。 楽に好きに,好きにできることをえあのひたすらやらせたらよくないってこと、ね。子供が楽しんでいる、子供が没頭している、いつまで遊んでるのじゃなくて、その遊んでる中でね、身につけさせたらよくないですかっていうのも思うんですよ。もちろんすべてがすべてそうはいかない。 提出物もあるし、学校の中でのルールもあるし、習い事でもね、えー、課題もあったり、ミッションがある、そしてそのこ習い事は子供がやりたいって言ったこと、まあ、いろんなこともあるよ、いろんなこともあるんだけども、基本的な姿勢として、我慢しないといけないっていう姿勢は、いわゆる上り坂を進むような生き方で。でも人生っていうのは、上り坂を進むっていうことだけじゃなくて、下り坂を下るっていう生き方もあるんだよと。ね、前に進むっていうことを考えるときに、下り坂の方が楽に進めるよねっていうこと。 ね、そういうい生き方もありまますすよっていううお話です次行きましょうか子供がしんどくなる禁止令16学校に行かなければいけないそして親として何としてでも子供を学校に行かせなければいけないそのように思ってませんか今日学校休みたたいい幼稚園行きたくない子供が言った時に「あそんなこと言わ,ん言わんといて言わんといて」って「そんなこと言う,言うな」ってみんな言ってるのよ我慢して言ってるんだから。 みんな頑張ってるんだからあなたも行きなさい今日はあなたの好きなスイミングがあるんでしょ行ってらっしゃいっていうふうにあの手この手で子供を勇気づけて励まして、えー、玄関から送り出していませんか休みたいって子供が言った時にどのような反応をしてますかねえその気持ちも分かりますこのままずっと休ませているとね、えー、授業に遅れていくんじゃないかと、ね、このまま引きこもりになってしまうんじゃないか、ね、休み癖がついてしまうんじゃないかで学校の先生にも えね、そうやって、えー、学校に連れてきてくださいって言われてるし、ね、いろんな思いがあっていや本当に休ませていいのかな行かせた方がいいんじゃないかとは言っても子供が休みたい辛そうにしているでも理由を聞いても話し,て話したがらない休ませた方がいいのかな悩みますよね悩みますよねでもその時に大事なことっていうのは やっぱり学校に行く以外の選択肢を持つってことも大事だと思うんですね。これはすべてのことに言えるんだけど、たった一つの選択肢しかない。人生を、ね、幸せに生きるためには、これ、この道進まないといけないっていう、その一つしかなかったら、親も子も苦しくなるんですよ。縛りつけるんですね、子供。価値観でね、自分の価値観で。いやいや、生き方も人生もいろんな道があるんですよ。 いろんな道がある。だから自分の中にあるこうしなければいけないということを緩めて、いや、そうしなくても子供は幸せになるよねって、それ以外の道の方が子供にとって楽なケースもあるよねっていうことを知ることが大事なんですね。知ることが大事。なぜなら、学校に行きたくないっていうサインは、命に関わるサインなんですよ。で、やっぱり今、子供の自殺者ってすごく増えてます。それは、 いじ,められいじめが原因であったり、成績を苦にしてね、辞、えー、めるか、えー、そう言ってね、自殺される方もいるし、友人関係、友達関係が合わないであったり、将来に希望がなくなったりとか、理由はないけど、なんとなくっていうことでね、将来も今が楽しくないってことで、亡くなられる方もいます。そういうことで、今、子供がね、表面的に元気そうに見えていても、心の中では本当に苦しいかもしれない、苦しんでるかもしれないですね。親に理由を言えないんですよ。僕は休みたいとさえ言えなかったからね。 いじめられているとき、ね、学校で蹴られたり、お茶をうわーって全身にかけられたり、何だろう筆箱をよさ3階かな、3階の窓から投げられたりしてて、教科書にも落書きされたりしてたけど、画びょうも入れられたよ、靴に。そういうことしてたけど、休みたいっていうことすら言えなかったよ。親を悲しませたくなかったから、がっかりさせたくなかったから。な、ね、んで行きたくないのって聞いても、言えないこともあるんですよ。なので、 学校に行きたくないって言ったその日は休ませるっていうことは僕はかなりお勧めしていることですその日はね一日は休ませてゆっくりさせてその次の日はどうするかまた話し合うで、あのー、本当に心と体が弱ってるんだったらもう話し合うのもやめてしばらく休みなさいって言って休ませる、あのー、心の病気もあの体の病気と一緒で休まないと復活しないんですようつ僕はうつ病の薬を販売してたんでよくわかるんですけど うつ病における第一選択は休むなんですね。休まない状態で薬だけ飲んでても治らないんですよ。休息が第一選択なんですね。よく寝て、よく食べて、よく水分とってぐっすり眠るってこと。しっかり日光を浴びてね。できるなら散歩もしながら、ちょっと体を動かしてね。それがしっかり休息を取るってことが第一選択。心がね、弱っているときは。表面的には体は元気でも心が弱っていることもあるから。 で無理して明るく振る舞っていることもあるから休みたいっていうサインには本当に慎重に関わった方がいいのかなと思います。もちろん休めない事情もあると思います。仕事があるとかね、ね預け先がないとかあると思います。でもその預け先がないからといって学校に行かせることが本当にいいことなのかっていうことは考えた方がいいし、預け,預け先がないんであれば、預け先を何とかして作るっていうことも 考えることとも必要だと思いますそれは今こうやってね、学校に行きたくないって今の、今のこの問題だけじゃなくて、これから何か非常事,非常事,非常事態が起きたときに対応できないってことじゃないですか。ね、なので、非常事態が起きたときに、何とか対応できる体制を作っていくってことはすごく大事だと思います。 子供が休みたいというときは休める体制であったりね、何かあったときにそれをそれに対して頼れるようなチーム、自分の中でそういうチームであったり、そういう人脈を作っておく、それはお金でね、買うということも一つのアイデアです。そのかお金で買うというのは外注するということもそうです。家庭教師を雇うということもそうかもしれんし、フリースクールに通わせるのもそうかもしれんし、なんだろうな、そういう託児所に預けるというのもそうかもしれへん、ね。いろんな方法があります。それを調べて、えー、そういうふうに自分一人で解決できないことを誰かに頼る。 困った時に自分,、ね、自分では解決でできない自分では、えー、仕事があるから、ね、家に1人で子供で子供を降らすことができないんであればそれを頼る先を見つけるってことこれも大事なことなんじゃないかなと思います。17みんなと仲良くしなければいけない。ね みんな仲良くっていう標語。もう最近はないんでしょうかね。最近な僕も学校の授業行ったり、あのー、ね、保護者向けの講演会とかするんで、今週もあるんですけど、する時にね、いろんな学校に行くんですけども、まあ、最近はそういう標語少ないね。みんな仲良くっていうのはね、昔はあったけどね。これみんな仲良くなんて不可能じゃないですかどう思いますみんなと仲良くって僕たちできてる僕できないよ。で、できない上にし、できないし、しなくてもいいと思ってる。 仲良くくしなててもいいと思ってる自分の気の合う人と遊んだらいいと思ってる。でどうしてもチームの中にそういう合わない人がいたらその人とは仲良くをしなくてもいいと思うけどうまくやればいいと思ってる、ね。別に仲良くはしなくてもいい。でもお前のこと嫌いやって喧嘩もし,しなくてもいいと思ってる、ね。お互いが居心地がいい空間を、ね、保つためにいい感じでやるっていうこと。これが、ね、大事なことなんじゃないかなと思うんですよ。みんな仲良くって言ってね合わない人と、ね、笑顔で遊ぶとか。 やりたくないことを無理やりやるんじゃなくて、やなくて別に合わない人がいてもいいし、ドッジボールやりたいって言ったら全員でやらなくても、ドッジボールやりたい人とやったらよくないですか、ね、そういうふうに、ね、自分がどんな人と合うのかっていうことを見つけていくことも大事だし、合わない人とどういう距離感で付き合っていくのかっていうのも大事なんですよ。みんな仲良くしなさいっていうことで、あのー、なんていうか、なんかこう、 うまく収めるんじゃなくて、うまく収めるんじゃなくて、現実問題、それはできないんだから、みんな仲良くできない状況の中で、どうやったらお互いが居心地がいい空間を作れるのか、居心地がいい関わりができるのかっていうのを見つけていこうねっていう方が、現実的でだし、社会で使えると思うんですね。どうしても合わないっていうのは分かった。じゃあ、その中で、じゃあ、どうしていこうか。じゃあ、僕、ここのクラブ辞める。それも一つの選択肢じゃないですか。合わないんだったら、そこのコミュニティから離れる。逃げてもいいんですよ。 誰が言いました逃げたらあかんって。人間だけですよ生き物で逃げへんの。他の動物危険察知したら逃げるじゃないですか。で、僕たち、私たちにはそういう風にね、危険を察知した時に戦うか逃げるかっていう選択肢を本能的にね、持ってるんですよ。本能的に持ってるんだけど、それを理性で殺してしまってるケースがあるんですね。逃げてはいけないっていう、そういう間違ったルールで。いやいや、逃げていいんですよ。休んでいいんですよ。ね。自分がわざわざすべての問題に立ち向かわなくていいんですよ。 会わないいい人から離れていいんですよそうじゃないですかそういうことを教えてあげる方がいいと思うんですね。これは逃げる、離れた方がいいのか、それともしっかり向き合った方がいいのか。はい。あと2つですね。18、いい母親にならなければいけない。どうでしょうかちゃんとしなければいけない。ね。えー、母性を持って子供を。 いつも温かく包み込んで、とにかく誰から見てもいい母親にならなければいけない。先ほども言いました。いつも笑顔でニコニコしている。ね、そういう母親にならないといけないと思ってませんでそ,そもそもいい母親って何まずそれを言語化することが必要ですね。なんとなくいい母親ってこんな,のこん,なんだろうって、なんとなくのイメージに縛られてません、ね、自分の中でしっかり言語化することが大事ですね。 世の中が言ういい母親じゃなくて、自分はどんな母親になりたいのかですよ。そうじゃないですか。自分が自然体で自分らしく子供と関われる。そのためにはどんな母親がいいんだろう。それを探っていくってことじゃないですか。世の中がいい言ういい母親を目指すんじゃなくて、何者かになろうとするんじゃない。あなた自身になるんですよ。何者かにはなれないんですよ。でもあなたはあなた自身になれるんですよ。 自分が自然体で自分らしく居心地がいい関係性心が安心した状況で子供と関わるだから子供も安心するんですねでもこっちが無理して不安な状態でこれでいいのかなあれでいいのかなっていうそういう不安定の中で関わると子供も不安定になって不安になって恐れを抱えていくんですねそうだからこそ親が安心することが大事親が安心するためには自然体で毎日を過ごす自然体で関わることが大事ですよね 自然体で、ね、関わるためには何者かになろうとするんじゃなくてあなた自身がしっくりくる子育てを見つけていくってことが大事なんですよ。ね、そういう風な自分がね納得できる子育てを見つけるってことを僕は生き方プロジェクト、60日間のねそういうプロジェクトであったり、ライフスキルコーチ認定講座、こちらはさらに深くやる180日間のコンテンツです。こういう中でねやってます。もっとライトに言えば月額600円のねインスタグラムのオンラインサロンでは そういうふうにね、えー、It's my life! これが自分の人生だ、これが自分の生き方だと言えるようなね、生き方を作るための、えー、週1回のげ少人数限定ライブ配信と、そこで話したことを対話するで、日常で実践するってことをやってますので、まずお気軽なね、えー、Instagram のオンラインサロンからまず入ってみてください。す、え、で、ー、にね、20本。 きょえー、今日はね、11月の8日、2023年11月8日時点で、す、え、で、ー、に24本の動画を配信しています。アーカイブ動画見れますので、えー、それだけ見るだけでも,も元は取れると思うので、いつでも出入りできるから、えー、まずインスタグラムのオンラインサロン入ってみてください。えー、それはね、入り方は簡単。おかっちのプロフィールページってサブスクリプション登録ってあるから、そちらをチェックしてみてください。はい、それでは最後ですね。いつも笑顔でいなければいけない。そう、どうです 子供にも求めてないうちのレッスンでもあるんです。ダンスレッスンでね、えー、子供が無表情で踊ってたら、大ちゃん、大ちゃん、笑顔よ、笑ってねって、待合室で言う親、ね、その気持ちはわかるんですよ。もちろんここは楽しく踊ってねっていう振りもあります。その時はは、ね、無理やり笑うんじゃなくて、どうやったら楽しくなるのかを考えながらね、笑顔になるようなレッスンをするんだけど、そもそもね、いつも笑顔にならなくていいんですよ。 さっきのダンスの話で言えば、子供がが、ね、音楽を聴いて、素直に感じた表気持ちを素直に表現すること、これが自然体なんですね。そういつも楽しいわけじゃないし、ね、没入して夢中になっているときって笑顔というよりもなんか無になってしまっている、つまり宇宙とつながっているようなそんな感覚になるわけじゃないですか。それって、いつも笑いなさいよというふうにこれ意識させると、無意識の領域に行けないんですね。夢中というのは無意識じゃないですか。 無意識無が夢中になってて、もうその世界に入り込んでいる、その状態で笑わないといけない、笑わないといけない、楽しめないといけないという状態になるっていう、ね、意識が入ると、ねこれ、夢中になれないんですよ。そうなんですよなので、子供が感じたまま感じさせることがすごく大事なんですね。それは自分を肯定することなんですよ。自分の感覚とか気持ちっていうのは自分そのものだから、それを感じたまま感じていいっていうふうに認めることは、自分を肯定すること、子供を肯定することなんです。そして 親であるあなた自身を肯定すすることなんですね。あなたはいつも笑顔でなくていいんですよ。作り笑いをしなくていい。大事なことは、自分が心から笑える、そういうような子育てを作っていくこと。子供との関係性であったり、生き方を作っていくこと。働き方を作っていくこと。そうじゃないですか。無理せずに心から笑える。そういう生き方を作っていくこと。これ作れるんですよ。脚本家はあなたですよ。あなたがあなたのシナリオを作ってるんですよ。 今持ってる今、今のあなたがね、従ってる脚本は、もしかしたら幼少期に親から嫌われないように、親から捨てられないように、親に好かれるために、親に褒められるために作ったシナリオかもしれない。その時は必要やったけど、今も必要ですかってこと。いつも笑顔でならなければいけないんですかいつも笑顔でいなければいけないではなくて、心から笑えるような生き方、そして心から笑えるような働き方、心から笑えるような子供との距離感を見つけていくことが大事なんじゃないでしょうか。 僕はそういうふうに思ってます。はい。ということで、終わりましたね。時間何分ぐらいになったの ?2 時間 ?2 時間はなかったな。これでもだいぶはしりましたよ。もっともっと話したかったんだけど、ちょっと僕の体力が持たへんと思ったから、ちょっとね、あのー、途中はしりながら話しました。1時間20分ぐらいになったんかな ?10 分ぐらいになったんかなちょっとわからないですけど、まあ簡単にまとめると、今日はね、子育てがしんどくなる禁止令についてお話ししました。 ね、今、子供との関係がうまくいかないのも、えー、子育てに問題があるのも子育てがしんどいと思うそれで子供が可愛いいと思えなくなるのもそれは全部禁止令のせいなんですよ。 自分の中にある、こうしなければいけないという禁止で、今日はその中の代表的な19個を紹介しました。この19個はね、僕はこれまでだいたい100人近くにインタビューして、ね、50個ぐらいの禁止で書いて、みたいなな、インタビューをしてるんですよ。インタビューとかセッションの課題としてあって、それで150人ぐらい多分聞いてると思います。その中で、多かった19個をね、厳選して紹介してます。まあ、ここら辺りがね、自分自身を縛ってしまってみたいるとかね、思い鎧を ね身に、身につけさせられているということで、重くて前に進めない状態になっている。ブレーキをすん踏んでて、その状態でアクセルを踏んでいる状態。これじゃあ、壊れてしまうんですね。なので、なので、こういうことを緩めていくことが大事だよねと。完璧でなければいけないとか、イライラしてはいけないとか、いやいや、イライラっていうのは大事な感情だよと感じていいんです。ただ、それをどう表現するのか、工夫が必要だよね,とかね。子供の要求に応えなければいけない。いや、そうじゃなくて、気持ちにはイエス。 要求には脳の時があってもいいよねとかねみんなと仲良くしなければいけないじゃなくて 仲良くできないっていうのはもう大前提に置きながらじゃあどうやって、えー、お互いが楽しく居心地がいい関係を作っていけるのかっていうのを一緒に考えようねっていうスタンスがいいんじゃないかなと思ってます、えー、何かね感想とかあればお気軽にコメント残してください全部読ませていただいてますあとね、えー、このチャンネルでは子育てのイライラや自分攻めを緩めるコツや、えー、子供を自立させるための関わり方を紹介しています明日も聞いてもええかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタン 押してね特にね、緩める子育てラジオの再生リストがおすすめです。もうすでにもう15本ぐらいと投稿してるんじゃないかな、15時間分ぐらいあります。なので、な、え、ん、ー、だろう、通勤の途中とか家事しながらでもいいし、作業系の BGM という形でね、繰り返し聞いていただけたらね、自分の子育てを点検して、そして、えー、軽くなっていくんじゃないかな、緩んでいくんじゃないかなと思いますので、ぜひチャンネル登録して、再生リスト、子育ての え、ゆるめる子育てラジオをちょっとね、えー、お気に入りとかブックマークとかしていただけたら嬉しいです。はい。でね、あの、親も子も楽になるゆるめる子育て、これ実際本にもなってますので、えー、そっちらの本も概要欄からチェックしてみてください。公式 LINE もね。ということで、ということで、今日はこんな感じでしょうか。I am a star, you are a star. 自ら輝けば世界はさ々んさんと輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。 さすがに1ヶ月で15本ぐらい撮ってるよ。これさすがにちょっと疲れてきたな <laughs>。ちょっとペースを落とそうかなって考えてます。